お餅がもちもち。なんということでしょうか。スナック、あ、つまみというか、それを頼んでいました。頼んでいました。おやつ。そう、三時のおやつ的な感じで。これがコマギンパ。ちっちゃい海苔巻きみたいな感じですね。あとはこれが、天ぷら。ティギンと言います。金まり、のり巻き的なものと、なんだろうこれ、これなんだっけ、川崎ジーポ、あと、なんだっけ忘れちゃった、あ、イカ、イカの天ぷらです。スンデー、スンデーに玉ねぎと唐辛子が入ってます。とこれが本場のトッポッキ、魚のすり身と卵が入ってますね。はい、こんな感じです。これで2000円ぐらい。食べてみたいと思います。はい、トッポッキ、ちょっと大きいねこれはい、いただきます。これ昔ながらの味、甘くてそんなに辛くないかも、これ。うん、餅がもちもち。あ、これ釜山式のトッポキらしいんですね。釜山の特徴ってなんだっけ、釜山のトッポキ。まあ、とにかく釜山らしいです。うん、俺はこれ好き、本当に。うん、他のトッポキに比べたら結構甘いかもしれないです。辛いけどそんなに辛くなくて甘い、日本人が好きな味かもしれない。あとはスンデなんですけど、これがスンデのソース、スンデサムジャンって書いてありますね。これは釜山式のヤンニョムチャンっていうらしいんですね。あとこれですね、これはヤンニョムソグンって書いてありまして、ソウルの人はこういう塩でスンデを食べるらしいんですね。でこれが一緒に入ってます。あとこれは何だっけ、これ醤油って書いてあるけど、醤油ですね、これ。これは天ぷら用なのかな、これ。はい、じゃあ、スンデを食べてみたいと思います。まずこのスンデサンジャンというのをちょっとここに入れて、釜山式の
ソース初めてかもしれない。で、塩ですね。こういうちょっとピンク色の塩ですね。見えますか？こんな感じ。これが塩、これがサムジャ。じゃあいただきます。んでて腸詰めみたいな感じです。腸の中に春雨を入れてるものですね。はい、いただきます。うん、すごい弾力があって、ベトナムの春巻き、春雨の春巻きみたいな、そんな感じなんですけど、それよりはもうちょっとこう美味しい感じというか表現がでかい。うん、あ、でもこれうまい、美味しいかも。サムギョプサルを食べるときにこう巻いて食べるんですけど、それとちょっと似てるような感じ。なんかサムギョプサル食べてるような感じがする。あとは塩を食べてみます。塩で、うん、定番の味です。これはこういうハサミでちょっと切っちゃおうかな。こういう感じで全部切っちゃおう。この方が食べやすいですね。切ったものですね。春雨の揚げ物、天ぷらです。これはこのまま食べても美味しいんですけど、うん、美味しい。でもこれはこのトッポキのソースにつけて食べるともっと美味しいんです。こうやって。うん、あとこのイカですね。イカ、うん、美味しい。これイカ好きなんで、これはたまらない味だね。あとこれですね、これはカワハギを干したものなんですね。カワハギをしたものをジッポと言うんですけど、韓国では結構定番のおやつなんですよ。スルメイカみたいな。で、それを開けたもの。で、これこのままちょっと食べてみますね。硬いなと思ったけど、噛めば噛むほどなんかちょっとふにゃっとする感じがする。ああ、後から旨味が伝わってくる。美味しい、これも。最後はこの海苔巻きですね。ゴマギンパというちびっこ海苔巻き的な意味ですね。なんかソーセージとたくあんみたいなのが入ってるんです。なんかごま油の風味がすごい伝わってきますね。ちっちゃいから食べやすい。